というわけで、ゲームをね、やっていこうと思ってまして。あ、ソシャゲの更新時間が今、それはあるね。確かに、それはあるかも。よくあるやつね。ソシャゲしてたらさ、日付が変わってさ、トップ画面に戻されて、あ、5時だってなるやつね。わかるわ。ちょっとかい。圧倒的徹夜。いや、徹夜だよね。いや、わかる。いやでもうち今日はね、早寝する気だったんだけどね。あ、今起きた民こんにちは。徹夜の民もこんにちは。絵画の民こんにちは。ハロー。割らない。あ、こう？待って、いけるんじゃないか。よし。ちくす違う。くーいだろうなのに。くー。俺悔しいよ。今のヨシは確信のヨシだったじゃん。今のヨシで通らないなら恥ずかしいやつじゃん。今のヨシはさ、行けたらかっこよかったんだけど。久しぶりにアンジ見に来たら脱いでて笑った。言い方キモ。脱いでたって表現やめてもらっていいですか。久しぶりに見に来たら脱いでたわ。語弊あるだろ。やめろ。いや、キモいっていうか、なんか言い方、なんか絶妙じゃない。脱いでたっていうのか、なんか傷ついてはないんだけどね。とっさに出たワードが。はだけてるじゃん。いや、確かに。違うなぁ。来た。アンジ脱いだおかげでいけました。ちゃんと服着ようなアンジ。いやーこれねー、いやこの服気に入ってるんだけどさ、なんか私が川口お母さんにね、こういう感じでって言って出てきたんだけど、だから川口お母さんは何にも悪くないんだけどさ、気に入ってるんだけど、サムネで使うときね、こうやったときさ、マジでパッと見裸でさ。そう。あっ！はっ！ってなってね、なかなか使うタイミング難しいんですね。そう。っていうのもあってね、そう、気に入ってはいるんだけど、なかなか使うタイミングが難しいんですね。俺も脱いでるよ、アンジュ。キモいのだ。服着てもろて。まあ FCL やからええか。よし。うん。そう。なんか別にサムネでそれでバンになることはないと思うんだけど。